はい、じゃあ定例会見やりたいと思います。私の方からは1点ですが、まあ、一昨日 の、 野党5党1会派の5野党会派のですね、党首会談に続いて、まあ、一本化の合意に続いて13項目の、まあ、市民と野党市民連合との、共通政策で合意をして、まあ、調印できて本当によかったなと、いうふうに思っています。まあ、市民連合とキャッチボールする中で、労を取られた市民連合の方もですね、調印の一瞬間に、まあ、歴史の変化を感じるということで言われておりましたけれども、私もこの協議に関わった野党側の政策責任者の一人として、まあ、感慨深く、まあ、ある意味ほっとして、いよいよだなという思いでいっぱいです。で、全国各地の市民連合をはじめとして、各方面から、まあ、この政策、共通政策の合意については、大きな歓迎が寄せられている状況で、例えば沖縄ではですね、オール沖縄がオールジャパンになったねというような声も寄せられておりますけれども、もちろん日本共産党、我が党の都道府県委員会は大歓迎ということで、まあ、1人区の一般化と合わせて、いよいよスタートラインに立ったということで、ようやくして勝利に向かうということで、決意を今、固め広げているところです。で、まあ、一本化をした各選挙区ごとで見ますと、まあ、この共通政策を受けた形で、それぞれまあ条件に応じてでありますけれども、状況は条件に応じてですけれども、まあ、共通政策の調印式を計画しているとか、あるいはすでにやった、あるいは共同記者会見をやるということなどですね、まあ、それぞれ状況に応じて具体化が始まっているということで、早速そういうことが広がっております。まあ、例えば岐阜県ですが、ここでは統一予定候補になった立憲民主の方と確認書というのを交わすということになっておりまして、岐阜県内の市民党4野党で作るピースハート岐阜というのが30日、昨日ですが、野党統一候補予定候補に決まった立憲民主党公認の新人の梅村真一氏と基本政策などの確認書を取り交わしたということになりました。5項目からなってますが、1つは安保法制を廃止して立憲主義の回復を図ると、から2つ目にアベノミクスによる国民生活破壊、格差と貧困を是正すると、そして3つ目に安倍政権の下での憲法改悪に反対するということをはじめとしての5項目です。では公正団体は、まあ、とにかく全力で統一候補の勝利を目指すということで確認をするということになりました。で、そこで統一予定候補の梅村氏は、私ども安倍政権をなんとか退陣に追い込む意味で完全に一致していると、憲法が施行されて70年以上、先人が積み重ねてきた民主主義、国民主権を守り抜く決意のもとに集まったと、で、全力を挙げて頑張りたいということを決意して、表明されたと。で、日本共産党、高木光弘予定候補、予定をしていたわけですが、立候補の辞退を表明をして、そして全国の戦いと共闘の発展がやはり中央での13項目の政策協定に実ったというふうなことを語りまして、まあ、全国の運動が結集をして安倍政権を倒すことができると確信したと、梅村さんを全力で応援して安倍政権さらなるに全力を挙げるということで、まあ、表明もしたということです。まあ、こういう形でこれからも各県ごとに、その選挙ごとに取り組みが行われるということで聞いております。でもこの13項目はもう申し上げるまでもありませんが、国政の根本問題ということと、まあ、国民の願いを受けて、とにかく市民連合と野党5会派が、5党会派がですね、キャッチボールをして作ったということで、私自身もそれに関わってやってきましたけど、やはりこの間の市民連合の取り組み、それから地方レベルでの市民、あるいは市民連合の皆さんとの、取り組み、国会での野党共闘の活動に裏付けられた、まあ、非常に重いものだということだと思いますので、今後、それぞれの条件に即して、共通政策を受けた、まあ、具体的な取り組みが進められることを、まあ、心から期待したい、なと。で、まあ、何としてもですね、党首会談で合意した最大限の協力ということで、自民党に誓って勝利するために、本気の戦いを進めていきたいという決意を、まあ、政策担当者としても改めてしているところです。私の方から以上です。
フランス店の方と申します、はいはい、政策担当者としては、はい、市民連合の13の政策どのように評価されるか、これは本当に大事な点が盛り込まれたと、非常に今喫緊の課題、国政の根本問題ですね、やっぱりもともと市民連合の皆さん、やはり一丁目一番地ということで、安保法制、立憲主義の破壊を許さないということで、そこを確認しながらやってきたんですが、その確認はまた改めてやったことと、私自身も本当に協議しながら思ったんですが、3年前に確認した、共通政策と比べてもね、まあ、すでに明らかに言われておりますけれども、やはり9条、安倍9条改憲反対と。いうことで発議許さないということも明確に言っておりますし、から原発問題でも踏み込んで再稼働は今の条件のことではダメと、そしてゼロということも明確にしたという、それから消費税の 10% 中止ということも含めてですね、やはり大事なことについて確認できたなと、それとかなり網羅的に各分野でLGBT の問題も含めてですけれども、やはり今国民の皆さん関心持ってこの選挙でとにかく今の政治を何とかしてほしいという思いを持っている皆さんの願いに応えるものになったなと、いろんな形で市民連合の皆さんともキャッチボールを、まあ、野党の後藤会派で協議しながら、またキャッチボールしながら仕上げたということでいうと、本当にこれで大いに今の政治終わらせて、安倍政治終わらせて新しい政治一歩ともに踏み出しましょうということで、思いに胸張って訴えていける中身になったなと思っています。ありがとうございます、はい、どうぞ。 NHK です、はい、解散の関係なんですけれども、はい、安倍総理、昨日経団連の会合で、はい、風というのは気まぐれで、ええ、誰かがコントロールできるようなものではないというふうに述べられていますけれども、受け止めはどうでしょう。時の首相総理がですね、解散をもてあそぶ態度というのは許されないと、私は政治の大半の極みだとはっきり申し上げたいと思うんですね。やはり今やるべきは、この国民がもう本当にどうなってるんだというふうにと、やっぱりきちっと総理、政府から説明を求めているという、例えば消費税の引き上げの問題、それから景気動向、からトランプ米大統領がですね、日米貿易交渉の8月合意に言及するという問題もありましたけれども、そういう問題をはじめとして、やはり政府が首相を先頭にして、国民に丁寧に説明すべき課題が山積していると、この下で、全閣僚出席して、やっぱり予算委員会を衆参でやると、そして安倍首相がですね、説明責任を果たすべき時なんで、今やるべきはそのことだと、それを何が解散風かと、もてあそぶなんてとんでもないということを強く言いたいと思いますね。よろしいでしょうか。じゃあ終わります。